だからさ、アリスは別の用事に行くから俺が代わりに行くんだって。うわー、騎士長に物申してくる。そんな暇はないぞ。今も住んでる人たちが被害に遭ってるかもしれないんだ。え、そんなことは分かっている。エルドリエ。は、おじさま、いえ、騎士長閣下よりお前と私に調査命令が下されました。東帝国の山間河川の上流で洪水が起きたようです。魔獣が原因であるかもしれないので、私と共に向かってください。御意。あの、アリス様。なんだ。この度の遠征にあの男はついていくのでしょうか。あの男、キリトのことですか。はい。そういった話は私は聞いていません。さようですか。エルドリエ、今お前は安堵しましたね。彼らはこれからも我らと共に戦う同志です。そろそろ気嫌いするのはやめたらどうです。確かにキリトは繊細さがない上に食いじっぱりで妙な剣術を使い、なぜか常に多くの女性に囲まれています。以上のように鼻持ちならない部分をただ持ちますが、剣の腕においては信頼できますよ。ふん、アリス様はあの男のことに関してお詳しいのですね。しかし女性に囲まれていることが何故鼻持ちならないのです。は？お前は何を言っているのです。あの者に対して私は全く詳しくなどありません。そして一重に女性に囲まれ鼻の下を伸ばしていては剣士としての本分が全うできないのではと感じたがゆえです。とりあえず毛嫌いするのは大変子供っぽいのでやめればよいのではと思いました。それだけです。あ、いやはや、随分と激しい弁舌でしたな。冷静な我が師らしからぬ振る舞いでしたぞ。私も毛嫌いしているというわけではありません。しかしあの男、キリトとやらは我々とはどこか異なる世界からやってきたと聞きました。あまり信用しすぎるのもいかがかと。彼がいなければ今の我々の現状はなかったと何度も言ったでしょう。最高司祭様の企みを暴き、我らが真に成し遂げるべきことを示してくれたのは彼なのですよ。その話はいずれ改めて。今は遠征に向けた準備を急ぎなさい。は。お、ジョーちゃん、ちょっと待った。おじさま、どうされましたか。東帝国の洪水の対処に向かう件なんだが、すまん、ちょっと手違いでな。ジョーちゃんは行かなくていい。え？お前さんには別の任務についてもらう。ですが、エルドリエにはすでに伝えてしまいましたが。ああ、エルドリエは参加でいいんだ。ジョーちゃんの代わりにはキリトに行ってもらうことにした。え？じゃあジョーちゃんに頼みたい別案件を説明すっから、こっちに来てくれ。ああ、聞かなかったことにしましょう。よし、じゃあさっさと行くぞ。Thank you.
ここか。すでに水は引いた後みたいだけど、土砂崩れで森や畑がめちゃくちゃになってるな。なあエルドリエ、そろそろ反応してもらえると助かるんだけど。お前と話すことなど何もない。山間で発生した洪水の被害調査など私一人で造作もない。お前の力など借りる必要もないのだ。まあ、お前がなんで俺にツンケンしてるのかよくわからないけどさ、あんまり油断しない方がいいと思うぜ。この被害状況、本当にこれはただの自然災害なのかな。何が言いたい？なんかさ、実はもっと作為的なものなんじゃないかと思うんだよ。お前は随分と想像力が豊かなようだ。魔獣？なんとかなったな。蛇か。それではやはり。ん？何をボソボソ言ってるんだ。あ、おいエルドリエ、どこに行くんだよ。おいエルドリエ、どうしたんだよ。魔獣と戦っていて何か気づいたんだな。教えてくれよ。お前に相談することなどない。アリスがこの前さ、もしエルドリエと一緒に何か任務をこなすことがあれば、無駄に争ったりせず二人で必ず協力し合うようにって言ってたんだぞ。アリスはお前の師匠なんだよな。ならちゃんと師匠の言うことは聞いた方がいいと思うぜ。あ、バカな。我が師がそんなことを言うわけ。いや、ありえるやも。すっごい悩んでる。このような男の虚言を信じて良いものか。だがしかし、真実だとすれば、セントリアに戻った時に協力しなかったことがアリスにバレたら大変なことになりそうだな。我が師アリス様よ、わかりました。これは私に与えた試練の一つなのですね。え？致し方あるまい。蛇の魔獣を見て思い当たることがあった。おい、どこ行くんだよ。湖だ。遅れのようついてこい。ここだ。おお、綺麗な湖だ。こういうの見るとやっぱり景色を楽しみながらうまいものを食べたくなるな。あ、そうだ、アスナが作ってくれた弁当があるし、終わったらここで食べるか。貴様何を言っている。今は弁当どころではないぞ。あー、ごめん、ついつい懐かしくなっちゃってさ。懐かしい。あ、いや、前に似たような場所に住んでたことがあってさ、そこで俺はアスナと娘のユイと大切な時間を過ごしてきたんだ。お前まさか初体を持っているのか。え？あ、まあ一応、まあなんというかまだ仮みたいなもんだけど。そうだったのか。それを先に言えば良いものを。私がどれだけ無意味に心揺さぶられたと思っている。ん？どういう意味だ？
何でもない。今の言葉は忘れたまえ。ん？まあいいや。で、ここに何があるんだ？おそらくここは天然の貯水槽だ。ここに溜まった雨水が何かしらの影響でここより低い土地へと流れ出た。地下水がどこかで噴き出したのか、あのような災害を作り出したのだろう。そうだったのか。でもなんでわかったんだ？先ほど蛇の魔獣を見た際に我が総林弁の出生を思い出したのだ。総林弁は古の時代、この湖に住み着いていた信者から作られたという。古来より強大な力を持つ蛇には水を操る能力があると聞く。それでガテンが言ったのだ。蛇は水を操る。あっちでもそんな伝承を聞いたことがあった。つまり蛇の魔獣たちが力を使い、この湖畔の水を使って災害を引き起こした可能性がある。そういうことなんだよな。貴様にしては察しがいいではないか。信者は水蛇の一種で湖の中に住んでいたらしい。それならば強大な力を持つであろう魔獣の王様も存在するはず。どうしたエルドリエ？下がっていろ小僧。いいけど、小僧って俺たちの年齢あんまり変わらないだろ。これではいかがか。え、無視？じゃなくて、この振動、湖の底から巨大な生き物が近づいてきてる。で、出た！大蛇だ！総林弁を生み出し信者の宿であったこの地に居座りし邪悪なる存在よ。許すことはできぬ。総林弁を持つ者としてこれより天誅を加える。ああ、もちろん俺も協力するぜ。よし、大蛇を倒したな。洪水の元凶を絶った。これでこの地にも安息が訪れるであろう。なあ、これで任務完了だな。王都に戻ろうか。一体どうしたんだよ。鎧と服が濡れてしまった。なあ、そういえばかなりずぶ濡れだな。先ほど鞭で水面を叩いた時、思い切り水をかぶってしまったせいだ。非常に不愉快極まりない。どこかで休み服を乾かさなくては。いや、オートまで我慢して歩けば乾くんじゃないか。俺もちょっと濡れたし。バカを言うな。整合騎士ともあろうものがそんなみっともない姿で帰るわけにはいかん。何より全身ずぶ濡れの状態で我が師アリス様に報告をするなど許されん。え、なんでだよ。それぐらいいいじゃないか。アリスはそんなこと気にしないだろう。
お前と私の姿を比較したとき、無知で水面を叩いた私は水を浴びて濡れている。そしてお前はほとんど濡れていない。あの時下がってろって言われたからな。これではまるで貴様は余裕しゃくしゃくで、私だけが水星の魔獣に手こずってしまったかのようではないか。絶対にアリスはそこまで思いもしないだろうけど、主にそれが濡れて帰りたくない理由なんだな。やっぱり元が貴族だからか、やけにプライドが高いんだろうな。そして何よりめちゃくちゃアリスからの目を気にしている。わかった、じゃあ服を乾かしていこうぜ。俺も言われてみれば濡れてて気持ち悪いし、いいところがないかその辺を探すか。この辺りでいいんじゃないか、焚き火できそうだし。うん、ではそうしよう。ああ、うまい。ちょっと焚き火のそばに置いて温めたアスタのサンドイッチは絶品だな。貴様、先ほどからひたすら食べていないか。ん？エルドリエも食べたいのか？一個なら食べてもいいぜ。いらん。そして貴様はつくづく意地汚いな。なんだよ、アスナのサンドイッチうまいのに。妻の手料理か。もしかして憧れてるのか？何を言う、憧れてなどおらんわ。第一、騎士を天職とするアリス様はあまり料理が得意ではない可能性がある。そういった期待をかけすぎるのは無礼であろう。え、なんでアリスの話になるんだ？いや違う、断じて違うぞ。私はそういった俗物めいた感情でアリス様を見ているわけでは。それにしても今日は大活躍だったな。エルドリエの総輪弁のおかげであいつを見つけられた。いや、あの大蛇は私一人では倒すことは不可能だった。貴様の腕は確かだ。宣告までの非礼は詫びよう、すまなかった。いや別にそんなのいいって、仲間なんだし協力するのは当たり前だろ。あ、ほらアリスにも協力するように言われてたわけだしさ。というかそんなに素直になられると気持ち悪いというか、なんというか。私はお前がこことは違う世界から来たという話を聞き、お前を信頼できずにいた。それこそダークテリトリーのものに対して持つ感情、人界以外のものに対する嫌悪感を持っていたのだ。エルドリエ。だがこの総輪弁を生み出した聖なる信者と今のように邪悪な蛇がいるように、我々とは違う世界のものにも聖者は存在する。貴様は一応前者であるようだからな。ああ、そこは安心してくれ。俺はこれまでもこれからもこの世界のために尽くすよ。エルドリエやアリスたちと協力してさ。ふん、これからも貴様の剣だけは信頼してやる。光栄に思え。なあ、よろしくな。なんだ、ツンケンしてると思ったらいいところあるじゃないか。よし、それじゃあ戻るか。うん、ただし一つお前に言いたいことがある。なんだよ。アリス様にこの度のことを報告するのは私が先だ。それに依存はないな。え？あ、まあ依存はないけど。よし、それではアリス様に私の武功を早速報告するぞ。あの、俺たちが協力したから今回はうまくいったみたいな話じゃなかったっけ？それはそうだ。しかし大蛇を発見できたのは私の功績であろう。はあ、待ちきれん。アリス様はいかほどお喜びくださるだろうか。あ、確かに俺そう言ったけど、潮らしくなったかと思えば、やっぱりエルドリエはエルドリエだ。